大阪三神一赤澤医師の経営する市立農病院は M 市の郊外に近い小高い赤土山の上にこんもりした雑木林を背景に火葬場へ行く道路を見下ろすように立っているのだが。 それはもうかなり旧式の平屋建てで立っているというよりは何か大きな雲でもはいつくばったという形だった全く悪いことは続けて起こるとはうまいことを言ったもので今度のような世にも凶悪無残な惨事が持ち上がる以前からもうすでに赤沢農病院の朽ちかけた板塀のうちにはまるで 目に見えぬ小気の湧き上がるように不思議な空気がおいおい色を深め虫のついた大黒柱のように家ぐるみひたむきに没落の道をたどっていたのだったもっとも赤澤医師の持論によると一体精神病者の看護というものはもともと非常に困難な問題で患者の多くはしばしば些細な動機や 全く動機不明に暴行、闘争、放火などの悪性な行動に出たり、あるいはまた理由のない自殺を企て、つまらぬ感情の行き違いから食事拒否、服薬拒否等の行為に出て、患者自身は無論のこと、看護者に対しても社会に対しても、甚だ危険の多いものであるから、これを社会的な自由生活から隔離して、 十分な看護と患者自身への精神的な安静を与えるためにはどうしても一定の組織ある病院へ収容しなければならないのだがけれどもこれもまた一面から考えると大体が精神病者というものは普通一般の病人やけが人と違って自分自身の病気を自覚しないものが多いのだから自分で自分の体を用心することを知らず いつどこからどんな危険が降ってきても極めてのんびりしているからその看護には特別な注意と親切が必要でどちらかといえば病院のような大規模なところよりもむしろ家庭のような行き届いた場所で少数の患者を預かりいわゆる家庭看護を施した方が成績も良いわけだし第1 看護の原則としても一人の患者には絶えず一人の看護者が付きまとっていなければならないというのだった赤澤院長の「父祖というのはさすがに日本一の家庭看護の本場京都岩倉村の出身であるだけにいち早くこの点に目をつけたそして互いに矛盾し合う2つの看護形式を折衷していわば 家庭的小病院というようなものを創立したのだった。けれども、一人の患者に必ず一人の看護者を抱えておくという、これはなかなか経費のかかる病院だった。初代目はどうやら無事に過ぎた。が、二代目にはそろそろ経営難がやってきた。そして三代目の当主に至って、 とととうとう資材をほとんど傾けてしまった新しい時代が来て新しい私立の精神病院が出来上がるとその頃からたださえ多くもない患者がめきめきと減っていった勲章をぶら下げた将軍や偉大なる発明家たちがにぎやかに行き来していた描写を一人二人と去っていくにつれて今までは陽気でさえあった歌声もなぜか 妙にいじけた寂しいものになってきてわけても風の吹く夜などはいたたまれぬほどの不気味さを醸し出し看護人も2人3人と逃げるように暇をとって今ではもう50を超した老看護人が1人辛くもい残ったほとんど引き取り人もないような3人の患者の世話を続けていた。も,っとも この他に薬局生を兼ねた女中が一人いて、院長夫妻を加えて7人の男女が暮らしているわけだがこれとても交配しきった萩山の静けさを覆うためにはあまりにも陰気な集まりに過ぎなかった締め切った窓に雲の巣が張りほこりの積もった畳に青カビの生えたような空き室が数を増すにつれて赤沢医師の気持ちも 隠しきれない焦燥に満たた。されてきたいつからか凝り始めた盆栽の手入れをしながらうっかり植木の新芽を摘みすぎてしまったり正規の開診時間にひどい狂いが起きたりするうちはまだよかったがやがてかさんだ苦悩の吐け口が患者に向けられて「この気狂い野郎!」とか「貴様はバカだぞ!」 脳みそをつめかえなくちゃだぞだと無謀な言葉を浴びせるようになるとそばに見ていた看護人や女中たちは患者よりも院長の方に不安を覚えてそっと目を見交わしては苦い顔をするのだったけれどもそんな時患者の方は急に口をつぐんでいつも教えられたように院長の言葉を聞き分けようとでもするのか 妙な上目を使いながらのそりのそりと尻込みするのだった三人の患者は三人とも中年の男で無論それぞれ本名があるのだがここでは特別な呼び名をつけられていたすなわちトントンというのは一号室の男で毎日病室の窓にすり寄っては火葬場へ行く自動車の行列を眺めたり 電柱のカラスを見つめたりしながら絶えず右足のつま先で前の羽板をトントンとたたく癖を持っていたこの癖は非常に必要でだからトントンのいつも立っている窓の下の畳の一部はトントンとやるたびごとの足裏の摩擦でガサガサに栄げ立ち野犬のようにほじくれていた2号室の男は「断っておくが」 患者が少なくなったから各部屋に散在していた3人の教人は何かと看護の便宜上最も母屋もに近い123号室にまとめて移され4号室から残りの12号室までは全部空き室になっていたのださて2号室は歌姫と呼ばれいいひげ面の男だてらに女の着物を着てかれなソプラノを張り上げ 発狂当時覚えたものであろう古臭いはやり歌を夜昼なしに歌い続けては我と我が手をバチバチたたいてアンコールへ拍手を送り送ったかと思うとケタケタと意味もなく笑いだしたりした次に3号室はけが人と呼ばれ決してどこも怪我をしているわけではないのだが自ら大けがをしたと称して頭から顔いっぱいに包帯を巻き 絶対安静を要する意味でいつも部屋の中で仰向きに寝てばかりいたたまたま看護人でも近寄ろう者なら大声を上げてわめき出す始末で他人の幹部へ手を触れることを激しく拒絶するのだったけれどもさすがに院長にだけは神妙に身を任せ時々包帯を取り替えてもらってはかろうじて清潔を保っていた。 以上3人の患者たちはどちらかといえばみんなそろって温和な陽性の方で赤沢病院が潰れようと潰れまいとそのようなことはとんとおかまいなく狭い柿の中で毎日それぞれの営みにせっせと励んでいたのだがそれでもだんだん看護が不行き届きになったり食事の質が落ちてきたりすると陽気は陽気ながらも市松の安影が 気力にも顔色にもにじむように浮かび出してきてそれが常にない院長の不況のかさみにぶつかったりするとひどく敏感に卑屈な繁栄を見せたりして言うに言われぬ嫌な空気がだんだん色濃く風のように湧き起こっていったそしてその風はおいおいに強く激しくつむじのように巻き上がって ととうとう無残な赤沢農病院の最後へ吹き当たってしまったのだそれはなぜか朝から火葬場へ通う自動車の行列が頻繁で絶えず陰山の裾が煙幕のようにほりに包まれた暑苦しい日の朝だった老看護人の鳥山右吉はいつものように6時に目を覚ますと用事を加えながら 描写へ通ずる廊下を歩いていったのだが歩きながら何気なしに運動場の隅にある板塀の裏木戸が開け放しになっているのを見るとはっとなって立ち止まったここでちょっと説明させてもらうが赤沢農病院の敷地は総数550坪で高い板塀に囲まれた内部には診察室薬局院長夫妻 その歌人の帰居するいわゆる母屋とくの字に折れ曲がった1頭の描写が150坪ほどの患者の運動場を中に挟んで三方に立ち巡り残りの一方が直接板塀にぶつかっていて板塀の描写寄りのところに今言った裏木戸が雑木林へ向かってしつらえてあるのだが無論狂人の運動場へ直接続く軌道であるから おもやの勝手口などと違って表門同様に解放されるということは絶対になくいつも固く情が下ろされているはずだったもっとも時多間院長がここから裏の雑木林へ朝の散歩に出かけたりすることがあるのでふと思いついた看護人の鳥山右吉はそれでは院長が出られたのかなと思いながらとりあえず木戸の方へ歩いていった。 けれどもたとえ院長が散歩に出るにしても大事な軌道を分け放しにするということは少しの間といえども決して許されないことだ鳥山右吉はそう思いながら軌道まで来ると立ち上がって不安そうに塀の外を見回した誰もいない雑木の小で姿の見えない小鳥どもがピーチクピーチク朝の歌を歌っていた すると浮地はふと奇妙なことに気がついて思わずくわえた用紙を手に取ったいつも朝早くから歌い続ける歌姫のソプラノがそういえば今朝は少しも聞こえない歌姫のソプラノどころかあれほど必要で凍るさいトントンさえもどうしたものか聞こえない がらんとした描写はひどく神妙に静まり返ってこの明るさの中に死んだように不気味な静まをたたえていた全く静かだその静けさの中から低く遅くだがおいおい早く高く浮吉の心臓の脈打つ音だけが聞こえてきたこれは とえらいことになったぞ。思わずつぶやいた鳥山右吉はみるみる顔色を青くしながらそのまま丸くなって描写の方へ駆け込んでいったガラガラバタンバタンしばらくドアを分けたてする音が聞こえていたがやがて悲しげな震える声がで、ね、先生 大変だー」と四号室から一号室へ続く廊下を押しきって、まだ寝ているおもやの方へバタバタと駆け込んでいった。大変だ、大変です。患者がみんな逃げてしまいましたぞ。まもなく屋内がびっくりした人の気配で急に騒がしくなった。 先生はどうしました先生は向こうの寝室に早く起こしてください向こうの寝室には見えませんいらっしゃらないとにかく患者がみんな逃げちまいました空き室には全部いません先生を起こしてその先生が見えません やがて鳥山看護人人と赤沢夫人続いて女中の3人がしどけない姿で運動場へ飛び出してきた大変だこうしてはいられない浮地を先頭にして3人の男女は早速病院の中から外の雑木林の中まで目を血走しらせながら手分けで探し始めた「強人どもはいない」 そして間もなく人々は今にも泣きだしそうな顔をして裏木戸の前へ落ち集まったでも先生はどうしたんでしょう女中がおどおどしながら言った物音に驚いたカラスどもが臓器の小杖で不吉な声を上げだした浮吉は膝頭をガクガク震わしながら戸惑っていたが ふいにかがみこむと、おやこいつはと叫んで前のめりになったなるほど木戸のすぐ内側にはビール瓶のようなものがみじんに砕けて散らばっている見れば病床の便所に備え付けた防臭剤のガラス瓶だそしてその付近一帯に もう干からびて硬くなりかかった赤黒い液体のしぶきが点々と目につき出した女中は黄色い声を張り上げた「鳥山何か引きずった跡じゃない?」赤沢夫人の指さす先の地面には確かに何か重いものを引きずった跡がぼんやりと描写の方へ続いている。 そいつを縫うようにして赤黒い雫の跡がポタリポタリ三人は声をのんでまろぶように跡をつけ出したすぐに板塀に沿って描写の外れの便所へ来た床板のないセメント張りの土間だだがその土間を覗き込んだ三人は瞬間あっともキャッ とも言いようのない恐怖の叫びをあげて釘付けになってしまった土間一面の血の海でその血だまりの真ん中へのけぞるように倒れた人は昨夜のままのパジャマを着た明らかに赤澤院長の無残な姿だった結界の中に冷たく光っているガラス瓶のかけらでつけたものであろう 顔から頭へかけてものすごいかき傷が煮こごりのように血をふき分けても生死に耐えぬのは前びたいから頭蓋へかけてぱっくり開いた大穴からなんと脳みそが抜き取られて頭の中は空っぽだ取られた脳みそはどこへ行ったか。 あたりにはかげもかたちもない。2急報を受けた M 氏の警察署から司法主任を先頭に一帯の警官たちが赤沢農病院になだれ込んだのはそれから20分もあとのことだった司法主任吉岡警部補は すっかり上がってしまった鳥山宇吉から一通りの事情を聞き取るととりあえず部下の警官を八方に走らして脱走した3人の狂人の捜索逮捕を命じた間もなく検事局の連中がやってくると直ちにテキパキした現場の検証や余震判事の尋問が始まった宇吉赤澤夫人女中の3人は気も心も転倒したと見えて 最初のうち千どろもどろな陳述で係官をてこずらしたがそれでもだんだん落ち着くに従って赤沢農病院の現状からあの忌まわしい雰囲気院長のすさんだ日常そしてまた三人の強人の特徴性癖等について曲がりなりにもとあるるままに答えていった一方警察医の意見によると 院長の死は午前4時ごろと推定されその時刻には歌人はまだ眠っていて物音などは聞かなかったこと院長はいつも早起きで寝巻きのまま体操や散歩をする習慣があったこと等々も分かってきた一通りの調査が終わると検事が司法主任へ行ったとにかく犯行の動機は明瞭です問題は3人の気狂いの共犯か それとも3人のうち誰かがやってあとは戸が開いているを幸いそれぞれバラバラに飛び出してしまったかの2つですところで犯人の逮捕に警官は何名向けてありますかとりあえず5名向かわしました5名と検事は顔をしかめてそれで何とか情報がありましたか まだです。そうでしょう5名じゃとても手不足だ大体いい逃げ出した気狂いは3人でしょうそれも隠れとるかもわからないし言いながらンジはふと恐ろしいことに気がつくとみるみる顔をこわばらせながら後を続けたそうだこの場合捉える捉えないどころの問題じゃないよいや こいつは大変ななことになる。いいかね犯人は強人で3人それもただの気狂類じゃなく突然凶暴化して何をしでかすかわからない連中なんだまったくと余震判事が青い顔をして割り込んだそんな連中が万一不助死の多い死内へでも逃げ込んだら どうなる？恐ろしいことだ。とけんじは声を震わせながら司法主任へ行った。いや、まったくぐずぐずしてはいられない。すぐに警官を増援してくれ。たまえ。そうだ。全市の交番へも通帳して。吉岡司法主任は目の色を変えて、あたふたとおもやの電話室へ駆け込んでいった。 現場から警察へ警察から市内の各交番へ急に引き締まった緊張が目まぐるしく電話線を飛び交わして赤沢農病院の仮捜査本部は色めき立ってきたまもなく増援されてきた警官隊は二手に分かれて一部は市内へ一部は農病院の萩山を中心として郊外一帯へ直ちに派遣されていったけれども このもしい情報はなかなかやってこなかった司法主任は苛立たしげに歯を鳴らしたまだこれ以上の凶悪な事件が持ち上がらないだけがせめてもの幸せだっただがグズグズしてはいられない少しも早く逮捕して三辞を未然に防がねばならないそうだそれにしてももしも狂人たちが 人を恐れてどこかへ身を隠したとしたらこいつはなかなか困難な問題だそう思うと司法主任はいよいよじりじりし始めた一体強じんの気持ちとしてこんな場合隠れるだろうかいやもし隠れるとしたら一体どんなところへ隠れるだろうかそうだこいつはちょっと 専門家でなくてはわからない昼になっても吉報がないと主任は決心して立ち上がったそして本部を市内の警察署に移し留守を署長に預けると赤沢病院とは反対側の郊外にある私立の精神病院へやってきた故意に応じて院長の松永博士はすぐに会ってくれた ひどいことをやったもんですね。もうどこからか聞き込んだと見えて明ら顔の人の良さそうな松永博士はそう言って主任へ椅子を勧めた。実はそのことで早速ですがお願いに上がりました。まだ三人とも捕まらないんですか。捕まりません。司法主任はにがり切って早速切り出した。 先生一体気狂いなぞこんな場合隠れるでしょうかそれともさあ捕まらないところを見ると隠れてるんでしょうねではどんなふうに隠れてるんでしょうか何分危険な代物で急ぎますのですると博士は苦笑しながら難問ですな。 しかしどうもそれはその患者の一人一人について細かに研究してみなくては分かりませんよ一般にあの連中は施策も感情も低いんですがしかし低いながらも色々程度があってその一人一人にはそれぞれ勝手な色彩の理屈があるんですで率直に私の意見を申しますとこの場合問題は どこへ誰がどんなふうに隠れたかということよりも院長殺害が3人の共犯であるかそれとも1人の犯行であるかという点にかかっていると思いますもし1人の犯行だったならその犯人はちょっと難しいが少なくとも残りの2人だけは今にきっと興奮が去って腹でもすいたなら その勝手な隠れ場所からのそのそと出てきますよ。何興奮さえさってしまえば危険はあります。まい。が。しかし、これが共犯だと。博士はそう言って椅子へ駆け直ると。急に熱を帯びた口調で後を続けた。共犯だと困るんです。 とと、言いますと思わず司法主任が乗り出したつまり1人の犯行だった場合にその犯人だけがちょっと無事に出てきにくいと同じ理由で3人の安否が気遣われるんですよ。わかりませんがどういうわけで主任は難しそうに顔を分からめた。 何でもないですよ。と、博士はニヤリと笑いながら。これは私が薬屋から聞いたんですが、何でもあの赤沢さんは、最近広く憔悴して患者を叱るときに、脳みそを詰め替えろというような無謀な言葉をよく使われたそうですね。それです。それが動機なんです。待ってください。 それで私の一二度耳にした限りでは確か「脳みそを詰めかえろ」で「脳みそを取れ」ではなかったと思います。いいですか?「詰めかえろ」と「取れ」とではだいぶん違いますよ。ほう主任は分かったような分からぬような生返事をした。 博士はなおも続けた「ねっバカはバカなりにそれ相応の理解力があるんですよ」「脳みそを詰めかえろ」と言われて利口な人の脳みそを抜き取った男がそれから一体何をすると思います主任は無言のうちに愕然となって立ち上がった。 そして震える手で帽子をつかむと思わず松永博士にぴょこんと頭を下げたありりがとうございまましした。た。よくわかりましたすると博士は快活に笑いながらいや結構ですではなるべく早くそのかわいそうな気るいが自分の頭をたたきつぶして死ぬようなことのない先に。 捕まえてやってください。そう言って立ち上がりながら。博士は付け加えた。この事件には。教えられるところが多々ありますよ。誰でも。気をつけなければいけません。三。 精神病院を引き上げた吉岡司法主任はそれでもなぜか気持ちが楽だった松永博士の教えに従えば脱走した狂人が一般人へ対して暴行するという危険性がいくらかでも緩和されたわけだ3人の狂人あるいはそのうちの1人はもう他人を傷つけることよりもまず抜き取ってきた先生の脳みそを 自分のそれと取り替えることに夢中になっているのだだがなんという吉岡司法主任は一つの不安が去った代わりにもう一つの別の恐怖に冷や汗をかきながら本部に収まると躍起になって捜査の采配を振り続けただがさすがに専門家の鑑定は見事に当たって やがて司法主任の努力はだんだんん報いられてきたまずその日の夕方になって脱走狂人の一人歌姫がとうとう火葬場の近くで捕らえられた松永博士の水壇通り興奮の静まった歌姫は西の空が茜色に燃え始めると火葬場裏の雑木林の隠れ家から例の「切なげなソプラノ」を歌い出したのだ。 それを聞きつけた気の利いた用心深い私服巡査の一人が近寄ってバチバチと手をたたいたすると歌姫は瞬間歌いあんでしばらく歌うるような沈黙を見せたがすぐに安心したように再び悩ましげに歌い始めた巡査はもう一度拍手を送った「今度はすぐにアンコールだ」 再び拍手そしてアンコール果ては笑い声さえ漏れ出して2人の距離はだんだん縮まり案外わけなく捉えられてしまった女の着物を着た歌姫が自動車でステージならぬ警察へ連行されてくるとすぐにその相手が到底自分の手に負えられるようなただの代物でないことに気のついた司法主任は 松永博士のところへ電話をかけた博士は病院を引けてから見舞い方々赤沢農病院へ出向いていたが主任の電話を受けるとすぐに来てくれたそして事情を聞き取ると真っ先に歌姫を捕らえた警官の基地を褒め上げたいや大変結構でしたとにかくこういう人たちを扱うには決して刺激を持ってしてはいけません 柔らかく真綿で首を絞めるように相手と同じレベルに下がって幼稚な感情や施策の動きに巧みに罰を合わせていかなければいけません博士はそれから歌姫を相手にしてしばらく妙な問答をしながらそれとなく鋭い目で相手の身体検査をするらしかったがすぐに向き直って司法主任へ行った。この男は 犯人ではありません。どこにも血がついていません。あれだけの惨劇を狂人がしでかして、こんなに綺麗でいるはずはありません。やはり共犯ではなく、残りの2人のうちの誰かがやったんでしょう。とにかく、この男はもう元の住処へ返してもよろしい。そこで博士の指示通り歌姫は？ 無事に赤沢農病院へ連れ戻されていったそして司法主任は残るトントンとケガ人の捜査に全力を注ぎ始めたところがそれから1時間としないうちに松永博士の恐ろしい予言がとうとう事実となって報告されてきたそれは M 氏のバスに近い「東」と読む土工相手の名手屋の女将が 夜に入って銭湯へ出かけようとして店の縄のれんをあげたときに暗い道路の向こうからよろよろとやってきた男があったが近づくのを見ると女将はキャッと声を上げた着物の前をはだけた中年の男で顔中血だらけにして寮の目を異様に据えつけたままお地蔵様のように捧げた片手の手の上に何か崩れた豆腐のようなものを持って 見るからにそーろうとした足取りで見るからにそーろうとした足取りで線路の方へ消えていったというのだったそれを東の女将から聞き込んだ警官の報告を受け取ると司法主任は青くなって立ち上がったそして松永博士に同行をこうとそのままとりあえずバスへの名所へまで車を走らせた そこ女将からもう一度前期の報告を確かめると狂人が消えていったと思われる線路の方角一帯にわたって急速な捜査をし始めたちょうどそのころ松永博士のいわゆる興奮の静まって腹のすく時期とでもいうのがやってきたのか市内を循環している M 川の付近でもう一人の狂人が捕らえられた。 顔から頭へかけて包帯をぐるぐる巻きにしたケガ人でちょうど歌姫が出現した時のようにふらふらと橋の上へ立ち現れてひどく弱りきった風情で暗い水面をのぞき込んでいたそれを通行人から知らせを受けた警官がセミを捕まえるようにして捕らえたのだケガ人は歌姫と違って少しばかり抵抗したが すぐにおとなしくなって本書へ連れて行かれた。この報告を線路の踏切。小屋の近くで受け取った。司法主任は駆けつけた。警官に向かって直ちに口を切った。で、その器具類は着物かどこかに血をつけていなかったが。はあ、少しもつけていません。ただ、どこかへ寝転んでいたと見えて。頭の包帯へわらくずみたいなものをたくさんつけていました。 すると司法主任は、そばの松永博士とちらっと顔を見合わせて、笑いながら、よし、じゃあその気狂いを赤沢農病院まで送り届けてくれ。穏やかに扱うんだぞ。警官が去ると、主任は博士と並んで、再び線路伝いに闇の中を歩き始めた。再び線路伝いに闇の中を歩き始めた。 いよいよ分かってきましたな博士が言った,まったく。主任が大きくうなずいたそれにしても一体どこへ潜り込んだのでしょうなあちらこちらの闇の中で時々警官たちの懐中電灯が蛍のようについては消えついては消えしただが 十分と歩かないうちに突然前方の線路の上らしい闇の中から懐中電灯が大きく弧を描いて「おーい!と」と叫び声が聞こえてきた「どうした?」司法主任が思わず声を張り上げたすると続いて向こうの声が「主任ですか?」 ここにおります。死んでおりますこちらの2人は一目散に駆け出したまもなく警官の立っているところまで駆けつけると主任はそこでとうとう恐ろしい場面にぶつかってしまった線路の横にぶったわれたトントンはちょうどレールを枕にするようにしてその上に頭をのっけていたらしいが すでにその頭は無残にもみじんに引き砕かれて辺りの砂利の上へ飛び散っていたやがてトントンの死骸をとりあえず線路の脇へ取りのけると主任と博士は早速簡単な検視を始めたが間もなく主任は耐えかねたように立ち上がると誰にもなくつぶやいた。 いや、どうも実に恐ろしい結末ですなするとまだトントンの死骸の前でうずくまるようにしてしきりにその柔らかな両足の裏をひねくり回していた博士が不意に顔を上げた「結末」と鋭くなじるように言って博士はだがひどく焦然と立ち上がった。 どうしたことか、今までとは打って変わってその顔色はひどく青ざめ激しい疑惑と苦悶の色が顔をいっぱいにみなぎっていた待ってください。やがて博士がうめくように言ったそしてにがりきって顔を伏せると惑うようにしばらくチラチラとトントンの死骸を見合っていたがやがて 思い切ったように顔を上げるとそうだやっぱり待ってくださいあなたは今結末と言われましたねいやどうも私はとんでもない思い違いをしたらしい主任さんどうやらまだ結末ではなさそうですよな何ですって ととうとう主任はたまりかねて詰め寄ったすると博士は主任の腱膜にはお構いなく再びちらっとトントンの死骸を見やりながら妙なことを言ったところで赤澤院長の死体はまだあの農病院に置いてありますね4 それから20分ほどのち、松永博士はほとんど無理やりに司法主任を引っ張って赤沢農病院へやってきた夜の陰山では雑器の梢が風にざわめきどこかでしきりにフクロウが鳴いていた博士は母屋で鳥山宇吉を捕らえると院長の死体を見たい旨を申し出た「はいまだお許しがございませんので」 おつやも始めないでおります言いながら右吉はろうそくに火をともして描写の方へ2人を案内していった2号室の前を通ると部屋の中から帰ってきた歌姫のソプラノが今夜はさすがにつぶやくような低音で聞こえてきた3号室の前まで来ると電気のついたすりガラスの引き戸へ大きな影をのめらして がらっと細めに引き戸を開けたけが人がいぶかしげな目つきで人々を見送った4号室から先は電気が配当になっているので廊下も真っ暗だ浮吉はろうそくの光に影を揺らしながら先に立って5号室へ入っていったまだひつぎができませんのでこんなお姿でございます。は、 言いながらろうそくを差し出した。院長の死骸は部屋の隅に油紙を敷いてその上に白布をかぶせて寝かしてあった博士は無言ですぐそのそばへ寄り添うとかがみ込んで白布を取りのけたそして死骸の右足をぐっと持ち上げると浮地へ、明かりを見せてください。 と言った。震える手でうき吉がろうそくを差し出すと博士は両手の親指で死骸の足裏をグイグイともみ始めたもみ始めたのだがその足裏はどうしたことかひどく硬くてへこまないどうやら大きなタコらしい博士は今度はもう少し足を持ち上げて その親指の先を明かりの前へねじむけるようにした明かりに向けられたその親指はだがなんと大きく膨れ上がって軽石のようにコチコチだ途端に浮地がろうそくを落としたふいにあたりが真っ暗になったそして真っ暗な闇の中で泣くともわべくとも分からぬ 世にも恐ろしげな浮吉の声がそそれトトンンの足です。けれどもその声がやむかやまぬにもう一つ別の松永博士の鋭いつんざくような叫び声が激しい足音とともに闇の中を転げるように戸口の方へ突っ走った。 主任すぐ来てください続いて廊下で激しい足音が入り乱れたかと思うと何かが引き戸へぶつかってジャリンとガラスの砕ける音おったまげた司法主任が夢中で廊下へ飛び出ると2つの争う人影が3号室の前で4つに組んで転がっている駆けつけて戸惑ってだが すぐ頭の白い包帯を目印に20巻の主任の局がそっちへガウンとぶつかっていったけが人はすぐに捕らえられた手錠をはめられるとふてくされてその場へベタンと座り込みまるで夢でも見たように妙に浮かぬ顔をして目をパチパチやりだした松永博士は腰をもみながら立ち上がると 片手でズボンのちりを払い払い。私は格闘したのはこれが初めてです。司法主任はとうとうたまりかねて。一体ここれはどうしたというんです。すると博士は怪我人の方を見ながら。はんとぼけてるね。本当にとぼけてるのか。 わざととぼけてるのかこれから実験してみましょうそう言ってケガ人の前へかがみこむと目だけのぞいている包帯頭の顔をじーっとにらみつけたケガ人が再びもがき始めた主人さんしんささっかり捕まえていていい。くだそう言って博士がケガ人の頭へさっと両手を差し伸べると 相手はがぜん死に物狂いで暴れだした主任はむきになって押さえつけるとうとう二人は力余って立ってしまった博士も続いて立ち上がると容赦なく頭の包帯を解き始めた白い長いその布が暴れながらもだんだんほどけて下からあご鼻頬 めっと今まで博士の後ろで立ちすくんでいた右吉が肝をつぶしたように叫んだいや,いや、これは、先生全くみんなの前には死んだはずの赤澤医師が青い顔をして突っ立っていた。 警察から差し回された自動車の中で松永博士は言った「こんな狡猾な犯罪は聞いたことがありませんね」「いつも脳みそを詰め替えろと叱られた教人がとうとう教人らしい率直さからその教えを実行してしまった」と見せかけて実は逆に教人の方を殺して。 自分が死んだようなふりをするなんてなるほど荒療治で脳みそを取ったりすれば顔なぞ誰の顔だかわからなくなってしまいますからね着物を取り替えておさえすればそれでいいんですよだが院長トントンとケガ人の死体を間違えるなんてえらい失敗をやったもんですねえ ああ、名手屋の女将の見た男はトントンじゃなくて無論委員長ですよ。誰かにああいう場面を見せておいて線路へ来るとあらかじめ殺しておいたケガ人の頭をいかにも脳みそを詰めかえるためにトントンが自身でしたように見せかけて記者に引かしたわけでしょう。この辺はさすがにその道の人だけあって強じんの心理を巧みに捉えていますよ。 だがケガ人を殺しておいてそのくせ自分で事件の結末を早く完全につけるためにケガ人に化けてわざといっとき捕まったからいけないんですよそうすれば嫌でも私たちは線路で死んだ男をトントンだと思うんですからね思うだけならいいんですがそのトントンの足裏に 畳をへこますほどにいつもすりつけていたその足裏にタコがなかったりしてダメになったんですそうだあれは先に病院でケガ人の方を殺して線路のところでトントンを殺すと完全に成功しましたよそして23日のうちにどこからか引き取り人が来たとでも言って 偽のけが人は赤沢農病院から永久に姿を消す。それから一方赤沢未亡人は病院を整理して物件を金に変えそうだきっとあの院長には莫大な生命保険もついていますよ。そして金を握った未亡人は一人でどこか人に知れない片田舎へ引っ越していく。 そしてそこで死んだはずの主人とうまく落ち合う。大方そんなふうにするつもりじゃなかったでしょうかね。いやとにかくあの院長も気の毒なくらい焦っていたらしいがしかしどうもああいう無邪気な連中をおとりに使ってのこんな残酷な仕事には好意は持てませんね。 博士はそう言って司法主任の顔を見たがふと何かを思い出していまいましそうな顔をしながらちょっと威厳を募って付け加えたいやしかしいずれにしてもこの事件には教えられるところが多々ありますよ誰でも気をつけなければいけませんなあ ご視聴ありがとうございました。大阪景気志作の他の作品は、このようなものを朗読しております。また、最新の朗読動画はこちらです。どうぞ、合わせてご視聴ください。